私は今からお弁当を食べます。いただきます。大丈夫、やってる、うん、あ、え、なんか彩香に似た人いると思ったら彩香似た人いるブロッコリーの美味しそう。でもいただきます。美味しかったよ、うん、美味しそう、うん、どうですか。ブロッコリーめっちゃ胡椒で美味しい。胡椒でしょ、うん、めっちゃ美味しい胡椒。あ、これ見せとけ。もういい。え、見せてない。え、見ちゃった最近。うん、可愛い。元気してた。うん。LINE の返事遅いよね。うん、遅い。だってこの日に決まったの。なんか顔変わった？うん、このまま、あのままだ。やりたい。すごかった、すごかった。そうだよね。そうなるよね。美味しいよね。ちくわも美味しかったよ。うん。ちくわ大福。うん、うまい。のり弁当、うん、のり弁の上に生姜焼きが乗ってる。ミルコーヘンありがとうございました。髪型かわいいよね。こんな髪の毛普段しないよ。デミのおかげです。お腹空いてる。空いてる。今日もとっても可愛かった。ありがとう。始めた？おいしい。頑張った後のお弁当はおいしいね。ね。おひねとか言ってたもんね。今日は一日長いのでね、頑張らないと。長いよね。長い今日。明日も朝早いしね。ね、毎日9時ぐらいだよね。うん、疲れました。うん。公園は本当疲れるんだよね。純次さんからいただいたこちらチーズ、チーズクッキー。それ何なの？純次さん、純次さんから、純次さんからいただいた。岩田純次さんから、岩田純次さんからよりいただけました。チーズの、すごいチーズ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 なんだ。でもちょっと高級だよね。うん、高級。これはこの間もなったよね。この間もこれ無理なんだ。なんかチーズ臭いのがダメだよね。あ、ブルーチーズとか無理だ。そう、夜はアイスらしい。うん、それ食べてレッスン頑張ろう。レッスンなんですよ。うん、なんか似てる、似てる。なんかナチュラルだね。なんかでかいこれ。うん、全然ナチュラルだと思った。大丈夫。何のやつ使ってんの？これはトパーズ。え、何の原さんのやつ？新しいの？そう、ゼントみたいなやつ。え、これはアフガード？違う。あ、違う。それ、間違えました。間違えました。マイヤン、あ、マイヤンさんのやつ。これなんかゼントみたいなやつ。トパーズはレートトパーズしか使ってない。うん、え、卵焼きじゃないのこれ。すみません、これ違うよ。カレー味のね。これこんな細い卵焼きある？錦糸卵かと思った。あー、あれね。ただカレー味だった。うん、すごいカレー、卵楽しみにしてたらカレー味だった。
さんアバターとかなんかやってるんだ。アバター？何？髪型どうしよう。ね、どうしよう。何がいいですか？聞いて、何がいいですか？なんかこっちなんか明るい。画面めっちゃ明るくしてる。そういうことか。ちょっと一度回す。髪型かわいいね。なんか若いよね。若いでもさ、似合うね、金髪に。そう。うん。まあ、教科書になくなっちゃう。この髪の毛なんて読むの？ハーフマさん。確かにハーフマさん。さんすごい。この初めてしたんじゃない、こんな髪の毛。レイさんがしてるのかな。うん。してるイメージある。あるある。これから行きますって。お気をつけて。ダイヤをこの髪型して。なんかもうイメージない。イメージないよね。シソの似合わないよ。大人だから。今日って雨降ってるの？雨降ってたか。降ってた。な、卵ここにあるから卵じゃないよ。そうだよ。ショック。劇場でこちらを買いました。皆さん買ってください。ぜひ、みんなが買ったやつだよ。それ、私が買ったやつです。無糖炭酸水。うん。出るよ。まだ出る。まだ出るよ。すごいね。本当にそういう時ってどうやったら我慢したらいいんだろう。出ちゃうの。前さ雨の時さ、2人やったり。2人じゃない。あれでしょ、直角サンシャインでしょ。うん、なんか変よ。意外とむずいんだよあれ。もう3年前くらい。だってコロナ前の16人でやってたんだ、うちら。めっちゃよく今思えばよく16人集められたよね。うん、確かに今無理だよね。うん、8人がちょうどいいよね。うん、も8人の方がいい、嬉しい。見やすそう。うん、ね、面白かった。そう、岩瀬純二さんに褒められた。MC 良かったって。MC 良かったと褒められたよ。MC 褒められないと嬉しいわ。ね。せっかくやったことある。2、3回あると思う。でも本当に数えられるほどしかないよね。踊れないもんだから、音楽流してたら。うん、夜公演の MC 何にしようか。ね。MC のお題みんなで考えてるんですけど。なんかいつもさ、大体さ、ユナがさ、決めてくれるよ。本当？そんなことないよ、でも。Kの時とか全然決めないかも。ああ、ズリちゃんから聞かないの。うん、後輩に決めてくれるよね。うん。平沼に決まってる。でもメンバー系、なんか聞いてて楽しいだろうね、ファンの人。うん、推しじゃないメンバーがさ、その人のこと話してくれる。うん、まあ、聞いてくれるけど、うん、メンバーのことさ、メンバーが話したらファンも、うん、ね、わかりやすいよ、普通のが。メンバー関連なんかお題ないですか？使うか使わないか別として。ね、
昼じゃない、ユニット宛ての3人もさ、うん、そうだよね、そこも毎回大変だよね。意外なコスプレについてってだけありま、うん、何がいいかな、エイトのコンサートで、うん、なんかさ、あれだね、公約みたいな、これやるみたいな、これやるよみたいな、ウィンク30回とか、あ、そうそうそう、この間のあの、なんだっけ、ノガールで、うん、なんか公約発表するコーナーがあって、うん、そう、面白いな、うん、ノガールもう出たんだ、出た出た、うん、あの収録3人の、うんうんうん、3人で出る、夜なんだと思う、幕の内弁当みたいなのと思う、そんな豪華かな、でもさ、最近結構同じお弁当多くない、多いよ、やっぱ、いや、かな、最近出てるからかな、公園、でも結構美味しい、うん、うん、うん、でも公園、1週間に1回は出てるかも、3月、なんとなくずっと B 出てるイメージ、ずっと B ですよね、で、女性公演の時だけ私出ない、あれ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 っていう感じです。女性限定公演とか懐かしい、懐かしい、やったことある、ある、1回ぐらいしか出たことないの、エイトエイトだったし、 B の時もある、 K だったか、うんうん、そうだよね、うん、ちくわの人であげ大好き、カメラ回ってない。なんで笑ったらかっこいい。うん。こちら答えたよ。うん。質問読みます。これお題ってことだよね。そうお題。最近マッチングアプリでマッチングするんだけど、それ以降が進まないんだけど、どうしたらいいでしょうかっていうトークについて話していこうと思います。うん、それはですね、それはですね、うん、何だって毎回見せて、結構進まない、うーん、それ以降が進まない、あの、進めて、あ、会えない、どういうこと、え、どういうことなんだよ、連絡は取れるってこと、うん、でも最初、マッチ、わかんない、マッチってこと、マッチするってこと、わかった、じゃあもっとマッチするために、うん、あの、マッチ飲みましょう、あ、マッチ飲みましょう、あの、飲み物のマッチ、マッチングするために、飲み物のマッチを飲んでから、あの、展開が変わらなかったらまた相談しに来てください、はい、よろしくお願いします、うん、MC の話題で無理でしょ、こんなの、よからないわ、マッチ飲みましょう、そしたら、あ、マッチングアプリ良くなります、そういうことで、あとマッチも使ってみてね、そうそう、マッチも好きなマッチもやってみて、そうそうそう、焚き火なんかしちゃったらね、もっと、うん、もう燃えが、燃え上がると思います、燃えちゃうよね、はい、って解決しました、解決しました、はい、さあ、皆さんのお悩みは ありますかね、ありますかね、お悩みください、はい、ごちそうさまでした、20日のお題なしの人は全然重くないからやめ、おもろくないからやめ、30日久しぶりにそのポジションやるんだけど、ねえ、そうだよね、なんかさ、無理かも、ここ久しぶりだよね、うん、だってここまでずっと出てるよね、うん、ここ自分と自分、あと仰天か、仰天がより出てるかもな、うん、30日なんで正解じゃないの、うん、別に正解じゃなくていいな、普段に、はい、やるコーナーね、うん、K でやろうかなって考えております、え、生誕祭、うん、いいじゃん、いいでしょ、なんかね、ファンレターって曲ある、うん、分かる、めっちゃいいよね、そう、あれ、毎回泣くのうち、だから毎回泣く
もう行くよ最近。最近なんか下手が多いんだけど、その軽公園こっち側こっち側が多くて、うん、でファンの人にもそれ伝えてたらみんな大体下手にいるんだけど、ファンレターを歌いながらファンの人見るともうそうだよね、泣いちゃうかな。この曲いい曲、めっちゃいい曲だよね、うん、でなんか生誕茂木さんがやってて、うんうんうん、なんか茂木ちゃんコールがもうすごかった、すごくてわめっちゃいいなと思って、それを味わいたい。卒業公演の、まだ全然決めてない。決めてない、うん、どうしようかなって。誰してますね。ね。あれってもう全部さ、自分でさ、このデザインがいいです、色がいいです、伝えるの。うん、めっちゃ細かく伝えていいんだって。伝える子もいれば、なんかあんまり伝えない子もいるみたいな。うん、そうそうそう。ピンクで、お顔合わせです。うん。前短いとか。MC をダイアン、YouTube やるならどんなテーマにする？でも YouTube やってる子いるからな。あやかんちやろうかな、あやかんち。左んち。左んち。左んち。7センチってさ、どんなんだろうね。なんかそれって7センチだと思った。7センチの家。7センチ。あ、7センチって書いてそうそう。でも、なんかどっちなのみたいな。7センチ。話がでもどっちでもいいみたいな言うから、なんか7センチか7センチか、やばい、まだ変わんないです、子供。そう、変わんない、中身はまだガキガキ、うん、7センチなのかな。NG だよ。は？本当に？本当に？言ってるよねこれ。おでこ出しってこと。は？本当に？なんでよ。まあね、みんな何でも多分いいと思います。推しがやったからだからみんな可愛いっていうのが、ね、決まりですから。うちもおでこ広い。ほら。うん。なぎちゃんとかめっちゃ分けてる、ね、分けてるよね、かわいい、はい、めちゃめちゃ一時期センター分けだったから、なんか前髪伸ばそうか迷う。でもなんかアイドルしてるとやっぱ短い方がさ、うん、アレンジしやすいなと思って切ったんだけど、うん、しやすい。なんか失業とかしたらね、うわひどい、この人成功した例がないよ。だってアイドルはおでこ出して、あるよ、成功した例は。あるよね。ここにあるんや。そこに愛があるんや。ここに愛があるんや。成功例はあるんや。うるさいね。だからさ、ゆうなとさ、MC やるとことないよね。ない。ね、確かに。多分、この2人がそうだ、うるさいと思う。うるさい、マジで。本当に。
でも一時期悩んでたよね、2人で楽屋芸人すぎてすっごい悩んでたんですよ。ステージ上で全然喋れないみたいな。そうそうそう、ステージ上で喋れなくて楽屋でうるさいみたいな。そう、損してるよねってみんなに言われてたよ。そう、でもカメラも回るともうダメなんだけど、ね、しかも上がり下で顔赤くなっちゃうんだよね。めっちゃ真っ赤になって2人してなんですけど、もう最近ね緊張しないよね。うん、やっぱさ、チームの公演出てるとさ、まあでも確かにそれはあるかも。慣れ、離れ、うん、経験値大事かも。でもやっぱ MC ってまあさ、その素を出したいけどやっぱ楽しんでもらわないとっていうのもあるから、うん、どう面白くするか、あんまりなんかさ、うん、作って面白くはしたくないけど、そうそうそう、面白くはしないけど、なんか可愛いねって言われるように面白いねって言われた方が嬉しい。だって可愛いってあの、そりゃなんか言われ文句というか、まあ、アイドルイコールみたいな、まあね、かわいい、うん、まあ、かわいい子いっぱいいるけど、当たり前だよね。なんか、うん、そうそう、面白いってやっぱセンスだから、あ、センスいいんだな。そう、なんかトーク力褒められるの本当に嬉しい。嬉しいよね。でも語彙力がないからさ、うん、そこだけちょっと語彙力なくてもなんか場を楽しませればそれは MC だと思ってるから、うん、だからまだいいんだよ、うちらはうちらで、うん、トーク力と語彙力なくても、うん、場の雰囲気とメンバーを見ていればいいと思っている。メンバーをさ、うまい感じに巻き込んでいく MC がいいよね。そうそうそう、それってさ、楽屋とかさ、普段からメンバーと仲良くなかったらさ、うん、MC もさ、できないわけじゃん、うん、だからさ、うちらは自信持ってやっていこうぜ、ね、でも左は本当に MC めっちゃうまい、てか頑張ってるなって思う。なんかさ、昔よりさ、ちょっと喋れるようになったよね。しかも最近、あのさ、ジュンクレのメンバーでさ、ユニット分けしてるけど、なんか頑張ってるなって思う。嬉しい。ヒラヤって結構喋るの知らなかったってコメントあったよね。ヒラヤめっちゃ喋るよ。めっちゃ喋るよ。マジ似てる。最近ね、ユーナとあんま仕事とか一緒にならなかったけど、うん、昔は、ね、本当にやばいよね。あの、イベントのホテルとかでももうね、オールしてたよね、してた、してたし、なんか一緒に泊まるじゃん、ひだんやがどん兵衛持って踊るえ、そうとかこの人どういうことしかも、あのホテルのホテルの、なんだっけ、なんか、じゃあ AKB がやってて、そうで、そうそうそう、その AKB の選抜映ってて、うん、結構エイトメンバーとかも出てたんだよね。で、その時に、うちらなんでこんなとこにいるのみたいな、その時どん兵衛食べようってしたから、どん兵衛でこう、トントンAKB の曲に合わせて踊ってたよね。踊ってた。しかもキャミソールで、そうキャミソールでもうやばい、本当に下着、下着で踊ってたよね。ね、そういう見せられない動画ばっかり踊ってるよ。なんかさ、あのゴッコより流行ったじゃん。その時にさ、8の日のリハしててさ、うん、あのカーテンの部屋あるじゃん。そこさ、みんながさ、横でリストンしてんのにさ、下を越えた日だよね。中野の練習してる。横道もさ、なんかやってたやってくれた。横道やんないタイプなのに、なんかリハしてるのに、うん、うちら3人で中野さんの真似してたりとかね、とか、なんか飛べない相葉町流してた。なんかじゃ曲流して創作ダンスするのがね、ハマってたんだよ、確か、うん、うちらが。で、部屋一緒になることが多かったんだよね。だから創作、2人で創作してて、なんかペットボトルの水、何なんかもう中身ないと思って開けたら、なんかあって、え、なんだっけ、思い出してこぼして、うん、それがあれだよ、トランプのもうやばい、本当にやばい、本当にやばい、うん、そうなの、おもろい。でも青春の一部だよね、本当にマジで。富士スピードウェイとか、うん、富士スピードウェイ、富士スピードウェイ楽しかったよね、うん、なんかすごく楽しかった。あ、ちょっと来てください。帰りますか。あ、ショールームしてるんですけど、いや、ちょっと話してください。いいのこれ、大丈夫、トイレでもいいの。逃げた。いつも劇場のなんかパネルとかやってくれてるスタッフさんです、ね、
私のショールームでももう。そうなの？有名人。出てるの、うん。なんで？出てはない。出てはないけど。顔出し？したの？顔出しもしない。名前は？名前知られてる。正解。ほらもうやっぱバレてるんだ。やば、嬉しそうじゃん。辻さん。うん、私の辻さんだって。辻さんコメント欄開いてくださると。すごい。辻さんってコメント5人から来てる。辻さんってコメント5人から来てる。すごい。なんかさ、こういうさんとめちゃめちゃ。え、わかる。え、B 公演の時。ここから卒業公演の時もめぐみの卒業公演の時もめっちゃ目線くるんだんだけど、こう卒業公演はさすがに見れないやと思って、うん、見なかった、うん、なんかしゃべってください。袖で、あ、なんか、うん、あ、呼ばれてます。もうお忙しい。あー、あの辻か。めっちゃ失礼。あの辻かは失礼失礼して、サンつけて、それで軍人。軍人。夜のお弁当できましたか？まだ。これ昼です。マック食べたい。マック食べたい。ポテト食べたい。ポテト食べたい。スキーマーガー食べたい。いい。スキーマーガーじゃなくて。テリタマでいい。テリタマか。スキミしないのよ。スキミ10月だ。テリタマよ、テリタマ。ずっと隠れてるのにいいの。確かに。今自販機で炭酸水買いました。あ、じゃあ今から会いますか。私今そこ行きます、ね、そこにいるの。行きますね。行きましょう。行ってらっしゃい。行きました。ひなやが今自販機買いに行きました。どうですかね。来ました。あ、帰ってきました。いたいた。いました。あ、話してきたよ。話してきたよ。なんか話してきたよ。え、なやった。え、なんですか。なんですか。見てきてくださいよ。あ、嬉しい。はい、教えてください。え、あ、食べてる。もう俺見ちゃう。待って、見てください。なんですか。じゃあここは、あの白身魚と肉見てくる。じゃあここは私がつなぎますね。こんばんは。なんです。今日のゆうなちゃんのパーカーは猫が12匹います。にゃんにゃんにゃん。あ、じゃあ猫の髪型しないよ。より猫の髪型してない。なんか猫耳みたいなのあるじゃん。もうロビーにお客さんいるの。そうなんだ、うん。水産さんコメントしてくるの。水産、うん、コメントしてみてください。なんていう名前で。来た。え、白い魚と肉。辻。ひらがなでやってるの。なんか辻さんが。うん、なんか何も言わないでショールーム見てた時に辻さんが、なんか辻さんが2回目の訪問みたいに出たんですよね。出てもうバレた。あれなんで来てるんですかって言って。そう、出るからね、これ。そう、なんか最近出るから。これが出るようになって、うん、これみたいな、辻さん見てるやんみたいになって。あ、ちょっと誰見てたの。ここで見てたんですか。え、父さん、この公園どこに。こっちにいる。こっちにいる。あ、こっちなんだ。じゃあ見よう。見てみて。数字ってなんかかっこいい。数字。TSU。TSU。数字2って何。なんか最近このポーズハマってる。ね、なんかめっちゃやっちゃう。めっちゃやっちゃう。
見られた。見られた。見ないでください。ティーンに見られた。見ないでください。これで撮った？あ、撮った撮った。これ言うなよ。撮ってちゃんと。新宿ポーズ。新宿行ったらなんでどうしても君が好きだ。どうしても好きだ。まだまだ危なネタバレするとこだった危ない。もう何分くらいした、ね、結構しましたね。何分した私見てください。15分はしなきゃいけないの。うん、ごめん。お、本当ですか。あ、じゃあもうそろそろ、じゃあ終了いたします。終了いたします。でこの続きは次の公演の MC で、MC で、はい、よろしくお願いします。2人とも一緒ではないですけど、はい、MC は一緒ではないですけど、はい、MC 頑張ります。頑張ります。ではランキング読みます。先読んだっていい？いいですよ。分かった。13位サイトアットマークマヨネーズのケチャッピーズさん、12位すみれちゃん、11位ジューストさん、10位ひろまりさん、9位ももらしさん、8位けんせいまきしさん、7位ワイキアットマーク昨日イベに昼公演を通過で夜公演にレッスンガンバーさん、6位しんすけとマークナトリドンさん、5位マネキンさん、4位ゆうきさん、3位ゆきさんとマークなちゃん大好きナトリドンさん、2位けいことマークナトリドン7レンジャーさん、1位セッキーです。ありがとうございました。じゃあ見ますか。1位ピータさん、2位ピアノマンさん、3位ノブさん、4位カモちゃん、5位水田くん、6位六竹さん、7位もう少しねさん、8位かっちゃん、9位つかさちゃん、10位あきらさん、11位あやぽんあやかさん、12位ジェイソン滑り出すドスドスさんです。ありがとう、ありがとうございました。夜公演も頑張ります。はい、おやすみなさい。おやすみなさい。間違えた。では今から寝ます。おやすみなさい。バイバイ。バイバイ。